あれ出た時びっくりしませんでした。規格外の強さでダントツ1位です。こんなね、悲しい悪魔の実って絶対勝てないわと思いましたよね、ロギアの中に。はい、ワンピースが大好きな神木です。今回はですね、私が考える今年のですね、最新版の2021年悪魔の実最強ランキングっていうのを10個ですね、話していきたいと思います。皆さんの中で最強の悪魔の実っていうのは何ですかね？実はですね、私もこれいろんなとこで話しててですね、まあその都度ですね、読んでる時で結構変わってくるんですよね。皆さんわかると思います。やっぱクザンが出たらね、うわ、冷えめちゃくちゃ強いとか思うじゃないですか。あくまで今の私が考えてるランキングなんですけど、私がですね、今まで言ってきたやつで、ほとんど1位はですね、ニキニキの実なんですよ。バーソロニュークマのニキニキの実。どう戦うかというと、例えばですね、海水を入れたバスタブを持ってですね、自分がですね、やっつけたいやつの頭上にですね、パッと瞬間移動するんですよ。そしてバスタブひっくり返して、ジャバって濡らした瞬間に、鋭利な刃物でズタズタにするっていう、この鉄板パターンで、ほとんどの能力者勝てるんじゃないかと思ってて、ニキニキの実が大体1位にしてるんですけど、今はですね、違います。ので、それが何に入ったかとか、またですね、カイドウの能力、ウオウオの実。めちゃくちゃ強いですよね。あれが何位に入ったのかですね、いろいろ予想しながら見ていただけると面白いんじゃないかなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、とりあえず行きましょう。あくまでですね、悪魔の実単体の強さっていうのでいきます。もう普通の人がですね、食べてどれが強いかって感じですね。想像しにくい方はですね、例えば菅田将暉くんがですね、これを食べたらっていう10個あげますけど、10個全部菅田将暉くんが食べたら、まあ確かにそれぐらいの順位になるかなと思いながら聞いてみてください。第10位ですね、ずしずしの実の能力です。一生ですね。あれ出た時びっくりしませんでした。隕石、規格外の強さですよね。白ひげがですね、世界をこう滅ぼす力を持っているとか言われるじゃないですか。もう全然こっちの方が僕持ってると思うんですよ。もうね、ドドドドドドンってね、たくさん隕石を飛ばしまくれば、もう遠隔地にいながらいろんなところを破壊できますし、もうあんな隕石とか落ちたらね、実際問題津波とかもいっぱい起きちゃうわけじゃないですか。止める術がほとんどないっていうね。でドレスローザでもあの3人は止めてましたけど、あんなの連続で出されたら止めれないでしょ。おまけにね、重力も操れるってということで、いろんなまだね、明かされてない戦い方っていうのがいっぱいありそうですもんね。まあその可能性もですね、込めて10位にしました。9位はですね、闇闇の実です。黒ひげですね。最もこう凶悪のね、悪魔の実と言われますけども、確かにですね、強いんです。何でもかんでも引き込んでしまって逆らうことが難しい能力ですよね。で特に対悪魔の実の能力者がと戦えばですね、かなり有利に戦えると思うんですよ。一回もうバシッとこっちにつけて、さっき言ったみたいにナイフでも刺しまくればいいんじゃないかと思うぐらい強いと思うんですけど、弱点がやっぱりね、常人以上の痛みも引き込んでしまうっていうところですね。もうあんなのね、一番最初にもう刺されたらおしまいだと思うんですよ。よくね、黒ひげ今生きてるなって思うぐらい、リスクがでかいっていうかね、やられた時の反動がでかすぎるだろうと思って、9位にしました。相当強いですけどね。はい、8位いきますね。5位まではちょっとバンバンいきます。8位はですね、これ僕結構最強だと思ってます。ノロノロの実の能力。ノロマ講師ってね、謎が多いじゃないですか。でも結構チートだと思うんですよ。いろんな能力者もそのノロマ講師さえ当ててしまえばですね、もうパパパパーっともう全方位に向けて打てばいいと思うんですよ。全方位に向けて一瞬でも当たれば30秒間もノロマにできるわけですから、その間にもう確実に殺めることができると思うんですよ。まあノロノロの実っていうのはフォクシーが使ってたんで、あんまり強そうなイメージはないんですけど、実際ですね、頭がいいやつとか、それこそもう菅田将暉くんがですね、使い出したらですね、強いと思いません？相手のね、動きを封じるっていう点では一番じゃないですかね。そしてまあ鏡でもね、反射できますので、それも利用してね、まあ、いろんな策が練れたり、まあ、いろんな武器とかもね、駆使して相手をですね、油断させといて攻撃を仕掛ける。で相手がビビった瞬間にノロマ講師を当てるとか、そういうのができますので、まあ、1回そのノロマ講師っていうのを当ててしまえば割とチート能力なんで、8位にしました。7位がですね、毒毒の実ですね。もう毒怖いじゃないですか、単純に。ちょっと先に毒の塊があるとか言われたら、もうそれだけで怖くないです。もう近寄らんとこってなるじゃないですか。そういうね、恐怖心がまず与えられますよね。で、期待でもいいですし、ため息でもなりましたよね。ため息でもいいし、実際にその侵食していくような毒も使えますし、ゲル状のね、こうドロッとしたやつも多方面に飛ばせますので、攻撃しにくいですよね。敵からすると戦いたくない相手としたらもう結構上の方だと思うんですよ。なんか他の能力者っていうのは戦いがいがあるなっていう感じでバトルすると思うんですけど、毒毒に関してはもう極力戦いたくないと思うんですよね。たとえ勝っても自分の身に毒かなり入っちゃう危険性っていうのはあると思うんですよ。なのでそういう恐怖心も合わせて7位にしました。第6位はですね、もうチート級のチートなんですけどね、これトキトキの実の能力ですね。あれもう恐ろしいですよね。もうなんか触れなくてもいいような感じじゃないですか。触れなくてね、もう例えばそこにいる人たち、分かってる人たちをね、念じれば飛ばせちゃうっていうね、未来に飛ばせるっていう能力だったら、まあ、強さこそないものの絶対負けない分野としてはもうダントツ1位ですよね。でトキっていうのはそういう攻撃とかには使わなかったんですけど、バトルとしてトキトキの実を応用すればですね、ある意味最強ですよね。でもある意味最強すぎるんで、トキトキの実っていうのは何か制限がありそうですよね。今から明かされるかもしれないんですけど、何でもかんでも未来に飛ばせるってなるとね、トキがねトキトキの実の能力者でよかったよって思いません？他のめっちゃ悪いやつがトキトキの実の能力者とかだったら、もう世界中のやつをねもう未来に飛ばしてね、自分だけがいい思いをするっていうパターンもあるわけじゃないですか。食べた人によりますよね、かなり悪魔の実の能力っていうのは。はい、ということで第5位を発表していきたいと思います。こっから5つはですね僅差ですけど、どれもめちゃくちゃ強いですね。第5位はですね、ホビホビの実の能力です。シュガーの能力ですね。触れただけでおもちゃにしてしまうと、しかもおもちゃにされた人のですね記憶がその人を覚えてる人たちの頭からみんな消えちゃうっていうね、残虐性で言えばある意味これが1位だと思いますね。こんなね悲しい悪魔の実ってないですよ。存在自体が忘れられるわけですからね。やられた人は精神的にも相当やられますね。シュガーを見てるとですね、本当もう触っただけでおもちゃになれるパターンじゃないですか。で触っておもちゃにしたやつは自分の味方にできるような感じですよね。どんどん自分の仲間を増やせる。で触っただけでいけるっていう。多分ですね、シュガーの戦い方を見てると、例えばゴムゴムのガトリングとかでバーッと攻撃されても、普通だったらですね他の能力者っていうのはこうガトリングがこう当たったらバンと弾かれるはずと思うんですけど、多分シュガーはですねこう当たった瞬間にこっち側がおもちゃになっちゃうんですよ。攻撃とかも効かないと思うんですよ。当たった瞬間なんでパッてなると思うんですよね。ここでバンとはならないので、攻撃もある意味効かないと思うんですよ。打撃を受けないっていう強さもあるので、かなりのチートだと思いますね。もう特にね、相手に自分の能力を知られてなければ、やられた人はみんなから忘れられるんで、自分さえ言わなければ多分誰にもバレない悪魔の実だと思うんですよ。年齢を取らないっていうなんか副作用みたいなのがなぜかあるんですけど、それぐらいですよね。でも若々しく言えるっていうメリットかもしれないですね。で姿のまま、食べた時の姿のまま多分ずっと死ぬまでチート級で生きられますね。もう嫌な人がいたらどんどんおもちゃにしてしまって、むしろ自分の仲間っていうかね家来にできますので、忘れられるっていうね残虐性をもってしても最強じゃないかなと思います。次ですね、第4位ですね。これはですね強いですよね。ピカピカの実の能力です。ピカピカの実ね、原作ではその見やすいようにね、光の速さで蹴られたことあるかいとか、アプーをねこうパッパッパッってこう追っていったりしてたけど、多分もう実際見ると一瞬なんですよね。あれ光の速さなんでパッとも言う間もないぐらい速いスピードでその人の元にも行きますし、能力者自体がですねその速さについていけてる感じがするんですよね。なので本当にもうね近くに行ってそのままパンチとか蹴ればもうおしまいだと思うんですよ。光の速さでレーザーまで出せますので、何でもできるんですよピカピカの実って。今までなんかこう一方向でピュンって飛ばすことしか描かれてませんけど、もう例えばねバーってやってね体を張り千本みたいな感じで光をバーッと飛ばす技とかでやると相当チートだと思います。他のキャラクター誰も避けれませんし、もう体にそれがズブズブ刺さればですね追いかけることもできない、もうただただ残虐に攻撃されるだけっていうので、避けれない強さでいうとかなりナンバーワンなんじゃないかなと思います。キザルが食べてあれじゃないですか。でキザルってもともとゆっくりした人なんで速さですけど、もうせっかちな人とかね、さっき言った菅田将暉君とかが食べたと想像してみてください。菅田将暉君がねもうビビビビビとかやるわけですよ。元気なんで若いんでビビビビとかやったらもう避けれないでしょ。相当強いですよ。キザルはまだねゆっくりしてるんで強さなんですよ。もっと強くなる幅があるんで、実単体の能力のポテンシャルといえばですねピカピカの実相当強いと思いますね。次第3位ですね。第3位がですねニキニキの実ですね。1位にしてもいいんですけど、次の2つが強すぎて3位にしました。ニキニキの実、ニキニキの実かなり強いです。どんな攻撃も弾くじゃないですか。そして、自分に溜まったね疲れとかも全部弾くことができます。おまけにですねまだいろんなことは明かされてませんけど、疲れだけじゃなくてね、もしかしたら敵の記憶とかも押し出す可能性ってあるじゃないですか。それこそもうメモメモの実みたいな感じなんですけど、そういうのもねできるんじゃないかなと思って3位にしました。瞬間移動ができるって強いですよね。もうさっきのピカピカよりも多分早いっていうことになると思いますので、なんでも相当遠くにいてね、遠くにパッともう逃げといて、最初言ったようにねバスタブに海水を溜めといてひっくり返しながらそいつの頭上にパッと動くわけですよ。そしたらもう勝ちますよね。どんな能力者と戦ってもある程度いけると思いますので、限りなく強いと思います。ただねニキニキの実って弾くのここだけじゃないですか。多分ここに来たらね生身の人間菅田将暉君とかも相当やられると思うんですよ。ここにねうまいことこう当てれればいいんだけど、これ肉球の間の皮膚とかにね刀がね刺されたらそこでスパッともう多分手切れるんですよ。でバーソロミュークマ自体の強さもあってですね能力だと思いますので、今回は 3位にしました。なんかでかいね能力がもうでっかく覆いかぶさってきたら多分弾けないですよね。こっちからクリーンしても同時にこっちから何か攻撃を仕掛けられてたとしたらもうダメだと思うんですよね。なんで悪魔の実の強さとしてはですね第3位かなと思いました。第2位はですねマグマグの実です。赤犬ですね。強いっすよね、あれ。怖いじゃないですか。マグマですよ。最近もニュースでね、こうマグマがどっかのこう海外で出たみたいなニュースを見ましたけど、あんなの山から吹き荒れてるマグマ見てくださいよ。近寄れないでしょ、あんなの。例えばさっき言ったホビホビの実とか、ニキニキの実っていうのは触ればチートですけど、おそらく触れないんですよね、もうマグマ状態になられると。1200度あるらしいんですよ、マグマって。でマグマの能力者がいて、こう触れようと思っても、多分ね、これぐらいはまだいいかもしれないけど、これぐらいで、あ、無理って思うんですよ。多分触るまでいけないと思う。黒焦げになっちゃうんで、この時点で。で、守備力で僕最大だと思ってるのはバリバリの実だと思うんですけど、ここをね、こう、覆ってしまって、どんな攻撃も物理的にこう、跳ね返してしまうっていう、バリバリの実だったらですね、絶対いけるだろうと思ったんですけど、マグマグはですね、防げないと思うんですよ。なぜならですね、そのバリバリの実で、例えばスクエア、四角いんですね、バリバリを形成して守ったとしても、その周りをマグマグで覆ってしまったらね、もう1分2分で灼熱になると思うんですよ。でも5分10分経てばもう中がね、燃えるぐらい熱くなると思うんで、そういった意味でもそのマグマ単体も強いけど、その周りに及ぼす熱気ですよね、それが強いと思って今回第2位にしました。ああいうのをね、もうボン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 投げられたらね、たまったもんじゃないですよね。ずしずしも10位でだいぶ強かったんですけど、マグマグの方がなんかもっと頻繁に出せるイメージがあって、自分で操れるからですね、手の形とかもできますし、どんどん振らせることもできるんで、これをね避けようっていうのは大変ですよね。噴火みたいなやつを各地で起こされればいつか当たると思うんですよ。でも1回当たったら終わりだと思うんで、マグマグの実を第2位にしました。ということで、第1位の前にですね、番外編なんですけども、番外編がですね、カイドウの能力ウオウオの実モデル清流にしました。これね、最初パッてね第1位に輝いたんですけど、やっぱりあれってね、カイドウの元からの強さゆえなんですよね。モモの助ってちっちゃい竜じゃないですか。全然強くないですよね。多分その人の強さに比例してあのデカさになってるんですよ。でカイドウぐらい、あの竜ぐらいでかくなるともう本当に誰も太刀打ちできないんですけど、多分菅田将暉くんが食べてもね、バスぐらいの大きさの竜にしかならないと思うんですよ。そうなるとですね、そんなにね強さはないんじゃないかなと思います。物珍しさとかね、いろんな技を繰り出されるっていうのはあるかもしれないんですけど、このトップ10に入るようなチート級の悪魔の実と比べるとやっぱり目移りしてしまうので、今回は番外編にしました。ということで1位はですね、ゴロゴロの実ですね。エネルが使っていたゴロゴロの実。あれ原作で読んだ時もね、相当衝撃じゃなかったです。絶対勝てないわと思いましたよね。ロギアの中でもあんな強いのあるんかと思いましたけど、何よりいいのはですね、遠方までどんどんママラガンみたいなので、どんどん雷を落とせるっていうところですよね。自分はあまり手を触れずに攻撃ができてしまう。しかも、もうめちゃくちゃ強い攻撃があらゆるところに落ちてしまうっていうのがかなり有利だなと思って1位にしました。でおまけに雷のスピードで動けますので、ピカピカとまではいきませんけども、それでも十分な速さを誇ると。生身の人から言えばもう瞬間移動とほぼ一緒ですよね。で自分は手を下さなくても攻撃がいろんなところにできる。で自らも横方向とかにもどんどん雷を打てますので、どれだけ塞がれてももう全方向から攻撃できると思うんですよね。でも避けれない、早すぎて避けれない。で熱もめちゃくちゃ持ってる。そう考えるとね、多分どの悪魔の実と戦っても有利にことを進めることができるので1位にしました。まあね、今考えてるのではこれが1位なんですけども、また読み返していくと全然違った実になったりするんですけど、皆さんの中では何が一番強いと思いますかね。外れてるのでもたくさんあると思うんですよ。オペオペとかね、メモメモとか、その辺もめちゃくちゃ強いんですけど、今回はこの10個を選んできました。いかがだったでしょうか。ということで今回はですね、2021年現時点での最強悪魔の実ランキングでした。このチャンネルではですね、ワンピースのいろんな情報とかですね、最新話の感想とかを発信していますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。コメント、高評価もよろしくお願いします。じゃあね。